はーい、おはようございます。沖縄、大ばばでございます。はい、今日も雨ですね。もう、梅雨真っただ中でございます。はい、えー、まあ、朝からね、ちょっと、何な話かもしれません。はい、えー、なんていうのかな。ある人々にとっては、ちょっとね、えー、聞き捨てならないニュースかもしれませんけど、えー、まあ、これ、 一週間ぐらい前かね、えー、ロークロさんですね、ロークロさんが出していた、あニュースです。はい。えー、もしね、今でも、えー、お隣のね、肉まんちゃんが白組だと思ってて、えー、黒のね、えー、コウのタクタクのミンミンヒントね、戦ってるって思ってる方は、ちょっと考え方変えた方がいいと思います。 はい、えー、とある資料が出てきました。はい。何が出てきたかというと、あの、ウィーのね、ウィーのぐるぐるですね。あの件についてです。はい。実は、あー、肉まんがね、直接指示を出してました。はい。えどういう指示かというと、いわゆるね、えー、あの、例のね、州のね、州の養養所ですね。 はい。週の養養所で、え、教育にね、対して、えー、もしね、えー、なんて言うのかな。こう、いうことをね、なかなんか聞かなかったり、あとね、逃げ出そうとしたりする人たちですね。ウィーのぐるぐるちゃん。はい。そういう人たちはね、えー、星にしていいですって、文書にして命令してました。はい。その文書が出てきました。はい。えー、この人、黒です。はい。 えー、ある時点からね、私おかしいなっと思ったんですよ。どうしてかっていうと、この人最初は良かったんですよね。えー、出てきた党首は非常に良い,い人でした。はい。えー、まあ、民衆のね、えー、言うことをよく聞いてね、えー、いわゆるね、あのー、門のね、三々党を追い出したりとか、あ、まあ、えー、例のね、G のね、えー、G のですね、M のね、 おうですね。はい。そういった作物を栽培禁止にしたんですよ、この人。はい。えー、最初はそういうふうにいいことをやってたんですけど、おーある時点から闇落ちしましたね。はい。そういうことです。私、あれと思ったんですよね。あのー、このう、 ウィーのぐるぐるの件とね。あともう一つなんですけど、今回の、あの、あれですね、ロックのダウンタウンです。ああいうやり方をしなくても、河野タク,タクの民民さんはね、民民さんの一派は、えー、懲らしめられます。はい。え簡単です。だって、あ,あの、河野タク,タクの民民さん、今でもね、民民さんの一派ですね。今でも苦労してませんもん。はい。え苦労してるのは一般市民だけです。 はい、えー、上、上のあまりね、えー、まあ、なんて言うのかな、あー思い悩んでね、えー、自ら星になっちゃったりとか、簡単なんですよ、そんなこと。こんたくたくみんみんのね、一波なんてもう調べて分かってるんですから、そういう人たちにね、えー、物を交わさなければいいんだけの話であって、あとね、えー、ユダヤあの、例のね、湯のね、 いうのをね、だった派の企業にね、出てってもらえばいいだけの話であって、あの人できますよ、それが。はい。だってあのー、なんだっけ、去年かな、一昨年の12月にね、えー、クリスマス禁止って言ってね、あのー、西洋の祝いは言わない、祝わないでくださいって言ってね、えー、全部禁止しましたから、はい。そう、そのつ、つな繋がりでね、えー、西洋の企業は出てってくださいって言って追い出せばいいだけだったんですよ、はい。 なのでね、あの人やろうと思えばできる立場です。はい。ええー、まあそういうことでございます。それで今苦しんでるのは、その、こうのタクタク民の一パッパーの人たちじゃなくて民衆です。はい。ええー、これでわかりますよね。 はい。だからといってね、えー、リーのね、国境が、あ全かというと、私はそこら辺はちょっと今後見ないといけないと思ってます。はい。えー、今後を観察しないといけないと思,思います。どうしてかっていうとね、あの人ね、えー、もしかしたら壊してくれる可能性はあるかなとは思ってます。はい。えー、簡単なことでね、あの人北、北京大学の出身なんですよ。はい。で、もうすぐ6月4日が来ます。 はい。あの、あの事件の、あの事件ですね。あの事件は、北京大学でした。そしてその頃、まあ、歳を考えるとね、絶対関係者、後輩、先輩ね、えー、先生方がいた いました。必ずいましたあ。私とは、多分そんなに年変わりません、あの人。なので、私がね、ちょうどその時にね、えー、台湾のちょっと大学にね、行ってたんで、で、その、台湾の大学からね、えー、この北京のね、あの、6のね、4のね、ことを知ってね、あーって思ったんで、そういうことなんですよ。だから、 彼ら、彼はね、恨みを持ってないはずはないんですね。そういう面ではね。はい。多分関係者いっぱいいたと思います。恩師やらね。えー、あれで犠牲になった人の中にはね。恩師やら先輩やら後輩やらね。はい。まあそういうことなんですよ。だから、ああ、壊す。まあ恨みを持っている。はい。えー、だとしたら内部から壊せるのは、 今のところ彼かなとは思っております。もうすぐ6月4日です。はい。まあでもこれも見ないとわかりません。私ももう断定できません。あの人はまあ民衆に寄り添ってるようには見えますけどね。えー、策略かもしれないですしね。はい。ちょっとあの、ここら辺はもうちょっと見ないといけないところだと思っております。はい。まあそういうことです。えー、なのでね、週の肉まんちゃんがね、未だにね、 えー、いい人だって思ってる人は考え方をちょっと変えた方がいいと思います。はい。えー、あの人が直接指示を出してました。ウィーのぐるぐるでね。はい。そういうことでございます。まあ、あの、これニュ、ニュースっていうかね、あの、ロークロさんのね、解説とかその文章を貼り付けても、多分中国語わかる方はそんなにいないと思うんで、無駄かなと思ってます。はい。ええー、まあ、なんて言うのかな。あの、細かくね、 えー、解説してるわけじゃなくて、さらっと流してる程度なんでね。はい。まあ、そういうことでございます。はい。えー、なのでね、えー、ちょっと、6月4日はちょっとね、見てみましょう。どうなるか。そしてね、えー、これ重要なことなんですけど、今ね、その、リノ国境さんの母校の、北京大ですね。北京大学。はい。北京大学では、とっても大変なことが起きています。 はい。学生たちがね、えー、大変なことになってます。はい。これを、どうするか。はい。そこら辺ですね。はい。どういうふうに発展していくのか。はい。6月4日は彼らは知らないです。はい。知りません。多分、あのー、報道も一切されていません。その件のことは。えー、まあね。これが、あなんていうのかな。 あ巡り合わせというのか何というのか分かりませんけどお、今ね、北京の大学では大変なことが起こってます。はい。えー、まあね、えー、大変なことっていうか、例のね、ロックのダウンタウンで学生があ家に帰れなくなってるんですよ。ずっと学校に缶詰になってるんですね。で、えー、これ北京大学だけです、やってるの。他の大学は全部返してます。はい。 そういうことでございます。それで不平不満が今大変なあ騒ぎになってて、学長との喧嘩とかね、そういったニュースも流れてきてます。はい。えー、まあ、どうなるか今後見てみましょうということでね。はい。この辺も、あの、なんて言うのかな。面白いことになってきそうって言ったらおかしいですけど、興味深い、あの、事件に発展しそうな気がします。はい。 それでは皆さんまたごきげんよう。沖縄おばばでした。